どうも、PDR さんです。やってまいりました。痛いおじさんズポッドキャスト。今回はなんと、アンチについてお話しします。ちなみに、これは2週間前に出したエピソードです。遅くなってすいません。昨日出た最新のエピソードを聞きたい方は、下のリンクをクリックして聞いてください。ちなみに、痛いおじさんズ、なんと、Spotify さんから声がかかって、レイダーポッドキャスターに選ばれました。

今週もやってまいりました痛いおじさんズポッドキャストをお送りしているのはショート。痛いおじさん PDR さんですよろしくお願いいたしますお願いします,いしますはい、というわけで、えー、で今週もやっていくんですけど、あち,ょち,ょちょっっと待ってください,はい、はい、先週、はいはい、衝撃的なことがありまして、ポッドキャストを、はい 撮影しに来た時に、ええええ、PDR さんのドトールのカフェオレがちょっと生ぬるくなってたから「はいはい、氷ください」って言ったら「<laughs> 氷ない」んすよありえないっす氷とななんか飲み物に何入れてるんですかなん、はい、も入れてないですよだってえじ,ゃじゃあじゃ逆に聞きたいんですけど氷いります家でだってさら<え>に冷たくなるじゃないですか。 そんなキン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 ,キンキンが冷え冷えで飲みたいんですか。キンキン冷え冷えコーラはレモンとライム入れて飲むでしょおお、熱い。はい、あれみたい。バーみたい。しかも熱いとすぐぬるくなっちゃうじゃん。え、だから冷蔵庫に入れてればいいじゃん。いや、面倒くさいじゃん。またぬるくなって戻して出して。え、待って、待って、あ、あ、え、冷蔵庫に入ってる飲み物に。さらに氷を入れて、お宅で飲まれてるんですか。はい、そうです。なるほど。そういう文化ないっすね。いや、でも氷が、氷自体。 氷何使わないの何だっけ冷凍機氷蔵機なんか氷を作ってくれる機械があの冷凍庫になあるのかまああるのか多分ねアイスのトレイを結構昔に捨てた覚えがあるんですよ捨てたはいもう氷家で使ったことないっすねそれでいうと確かに十何年間 <laughs> 皆さんもうお便り送る時は <laughs> また出たよ。また増えるよ。また増えるよな,な,なんだっけ。まずはしょうさんまだホットメール使ってるんですか。ネズミ先輩知らないんですか。しすか悔しいです。知らないんですか。しょうさんなんで氷ないんですか。<laughs> でお願いいたします。<laughs> ちょっと待ってリスナーのじゃあ方々であの氷がない,い<や>人たちを使わなくてもあるでしょう。家に氷。え絶対氷じゃ家で絶対今の氷が絶対いい。 あの日常生活において必要だっていう人をちょっとっじゃあかき氷作るときどうするんですか？かき氷家で作ったことないあ？えー、かき氷家で作るんですか？作るでしょ。あそうなんだ。あ意外と日本人だね。かき氷機ないんです,んすか？え？かき氷機ないすか？ない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 ,のいはあ非国民だ。水やんって思ってるいつも。こんなん水やんって思ってる。だから。 だったらジュース飲むわっていつも思ってるあ上級国民はやっぱ違いますね違う違う違う <laughs> 違う何て言うの水やんって思ってるだあのシロップを水が凍ったものにかけてそれがうまいんでしょ、えー、だったらジュース飲むよって話でしょあだから僕お祭りでかき氷は絶対買わないですよ水やんって思ってるんであとなんか1500円ぐらいのかき氷売ってるじゃないですか世の中にそれは知らない絶,絶対食わないですよそれは買わないでしょそう水やんって思うんですよ あああのインスタ映えのやつインスタ映えっていうか,なんか台湾かき氷がしゃませんあ,あれめっちゃうまいっすよ水やん水に1500円払ってる水じゃないんだって水をただ凍らせたもので1500円払ってる本当いしいえに美味しいそっかまあでも確かにあれにお金払うんだったら家で作った方がいいですねそうですは,いはい。それはそう思いますそれはギョいギョいはいちょっとね僕ねえっと、はい、本題入る前にこ面白い 情報なんです先週のエピソード7をあの聞いてくださった方々はもう分かってると思うんですけど、まあ、合コンって楽しいのみたいな話したじゃないですか、はい、半分ぐらいスマップの話しましたけど結構スマップの話の方がメインなんじゃないですかそのあスマップとあんま関係ないんですけど、はい、そういえば「ボンボン TV」の話あんま聞かないなと思ってチャンネル見たんですよえっちゃんですか えっちゃんてかまだ出てんのかなまあボンボン TV どうしてんのかなとっああ普通にボンボン TV してるなと思って動画見てくじゃ結構再生数伸びてるんですけどあまあそこそこいいなと思ってあれこれだけなんか再生数少ないと思った草なぎ剛が出てすげえ悲しくてんか25万12万16万6万えは 草薙強に一切興味ががなないっっててこことと証明されたってことですねなんかスター草薙剛じゃなくて元スター草薙剛みたいな感じなあ<ー>うわーマジか草薙剛再生数取れねえのか面白いですねそのボンボン TV っていうか YouTube の特性だと思うんですけどその登録者そのチャンネルの登録者ってそのチャンネル登録外の人が来た時に 帰って見なかったりするんでしょうね人によりますねそんな気がしませんいや楽しい時みんな喜ぶ時もあるんですけど誰とコラボするかによるんですああやっぱそうなのああこのコラボめっちゃ好きなんですよとかこの YouTuber も好きなんですよってみたいなそれかどうおもしろていうんですかねどう面白くするか一番最初のコラボで面白くしてああまた見たいみたいなななるほどなるほどなるほど じゃあどっちなんでしょうね草なぎ剛さんにそもそも興味がないのか「ボンボン TV の」あの視聴者<や>それともとおもろなかったのかどっちなんでしょうね両方だと思いますね <laughs> 両方両方ちょっと待って草なぎ剛は僕はあの3人の中では一番面白いと思いますいや面白いと思います、はい、<laughs> 残念ですねはいてかえボンボン TV」って草なぎ剛を呼べるほど のチャンネルなんですね。あ、まあこんなこと言ったら失礼です。もう二百万人とか。わあ。はい。すげえ。でももともとなんかウームと草薙剛氏なんならか関係があると思うんですよね。業務提携が流れてる。はい。あ、え何ボンボン TV っていうのはウームの会社のチャンネルなんですか。いや、講談社です。コミックボンボンコミックボンボン。講談社。コミックボンボンの歴史をこう歴史っていうかレガシーを。 を塗ったそういうことまたいいじゃないですか。いいですけど、ポッドキャストでもうちょっと辛口で言ってもいいじゃないですかでも、講談社の方々もスポンサー待ってますんで、お願いします。講談社マガジンですよね。講談社もアメコミとかやってんじゃないのあ、すみません。ますほら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 ごめんなさい。ボンボン TV 最高最高ボンボン TV 最高よ o あのま、誰だっけ<誰>ヨッチ、ヨッチを瀬戸康二になれなかった男って呼んで、申し訳ありませんでした。<laughs> それもう僕が何の話か全く分かんないですけど、はい、ボンボン TV 何人ぐらいいるんですか、人が。あ、でもなんかやめ,たやめてったりして,て、TV のすごいはい、しましたということで、はい、すみません、今ちょっと業務連絡で30秒ぐらい使いましたけど。<laughs> まあ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 講談社のねアメコミ部門から待ってますよそれははいお願いします K プロなんとかプロどこだっけ小プロは小学館あれ小学館かあじゃあ関係ねえクソくらい講談社マガいンとかつまんねえんだよモジュンとか結構あれ面白いとか GTO カメレオン初めの一歩続きすぎですねあ近代知少年とかだいつまでリサイクルするんだよまだやっ死なせてやれよ 37歳、金田一少年の事件簿やってます、今。え、金田一青年じゃん。<せ>おっさんでしょ、37歳っつったなん <laughs> <laughs> でもおっさんにしたがさんおったか翔さんの感覚がおかしいんですよで自分が。自分がおっさんだっていう自覚を持ちたまえ。 持ちたまえおっさんですよ。分かってますよ。もうこの痛いおじさんズポッドキャストってやってる時点もおっさんですよ。37ってもう年近いじゃん。近い、俺の二個下っ俺と同い年。あ何 ?PDR さん、近大地おっさんと同い年なのそうですよ。PDR おっさんと。はじめちゃんはじめちゃんだっけあ、みゆきちゃんまだ出てきてないらしいですだから、どうなってんのかわかんない。みゆきちゃんも37のおばさんと同い年。その辺まだ謎の秘密をいつか。 暴くんんじゃななないいいですか出ててこないです結婚してないんだただヤングマガジンかなんかでやってるからおっぱいが解禁になりましたえええっしょっぱなからおっぱい出てきますヤング系のマガジンってヤング系雑誌っていうのはおっぱい乳首も書いちゃっていいんだ大丈夫ですねあっへえ少年時あそう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 、はい、なんかでもさなんか昔の少年ジャンプって例えばさ桂正和の時代とかさちょっとあ今あ今今週選挙かな えー、杉並区選挙なんですけど、えー、皆さん選挙権持ってる人は、えー、選挙ちゃんと行きましょうしトラックやっててるやつに投票なんてしねえぞ <laughs> あのちゃんとねあのこれ選挙権利ですからちゃんと行使するってことなんですけどあの乳首の話に戻るんですけど <laughs> あれ色とかを割と塗ってなかったりしませんでした ブルマの乳首ちゃんと見えてたような気がする。あ,あ、何？ルブルマの乳首なんとあったんだ。ありましたよ。あった気がする。あれだ。シャワーシーン。あのそうだそうだあのカメ人のに鼻血を出させて透明人間を見,見せる見ようとするためにブルマのあの上着をあにかってあ,、はい、あの引き下げた時あれクリーンだっかやったんじゃなかったか。確か。はい。いやいい時代でしたね。ああいう表現の自由が。はい、だってあれだって別にエロ目的っていうよりはギャグじゃんあれも。ギャグですね。うん。 そういうういいいシャレが通じななな世の中にっっちゃうとちゃととょつまんないですねあとだってさじゃあじゃあ今の小学生のガキどもは何でドキドキすればいいんだとインターネットかネットにすべてあるもんなドキドキしないんじゃないですかええー、でもああいうのが結構小学生ながらに僕はやっぱ桂正和大先生の漫画を毎週楽しみにしてましたけど合、ね、あ、まあ合図になると多分もうその表現が相当あの なんていうのそういう性的な表現をほとんどしないじゃないですか。でん<ー>少んですってでてでんでんでんですって。読んだことないですでやでんでもで白いですよ。本当あ,<ー>あのんでんでんでんっんやっぱりさんっん鳥山明さんをリスんクトしてたんでと思うんですよ。結構描写にこのドラゴンボールんで格闘が入るんですよ。あで<ー>んで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 ん ドラゴンボールみたいな戦い方するんですよ。あ,あそうなんです、ねはい、なんか。は花がみたいに出したりするんですよ。<laughs> それちょっと面白いですよ。<laughs> その後、確かコラボもしてましたよ。鳥山明和と桂正和で。それは桂正和が多分、すごい鳥山明のこと好きで、熱烈ラブコールで。前もなんか話したと思いますが、鳥山明って結構推しに弱くて芸人、好きな芸人とかから頼まれてすぐ絵描いちゃうとか、そういうところあるらしくて。そうっすね。だ<か>らで こののおっぱい話に入る翔さん何の話しようとしてたんですかなんかすごい脱線しちゃったんですけど全く忘れました絶対そうだと思ったすげえ脱線しちゃって悪いことしたなと全然えちょっと待ってこれ聞き直してええってなる結構重要な話あマジでいやもう全部忘れましたねまあでも楽しい話だったんでリスナーの皆さんはおっぱいをみんな好きだと思うんでよかったと思いますけど でこのトラックを禁止にしてほしいんですけどはい、はい、ねうるさいまあでもその選挙のあれの一環として運動の一環として認められてるんじゃないですかうんだからそれをなしにした方がいいと思いあルートラック使ってるやつに投票なんてしたくないトラックトラック使ってるやつ大体人気ないっていうことですか多分そうだと思うまあまだなんか駅前でってるほがまだね確かに駅前でか張ってる方がまだね確かにに乗って演説してるのは別にいいと思うんですけど、うんうん ぐぐるるる回やつうざいああ、こうやって近所をね。はいはいはい。まあそうですよね。し起きちゃうああ、PJ さんの住んでるとこでもやっぱ始まってますかああ、やってないかな。いや、なんか、リサイクルのやつもやめてほしい。9時前に回るのマジやめてほしい。なんか、あなんでも聞き取ります。壊れたテレビ、ラジオ、うるさいアンプ、掃除機、冷蔵庫。 無料で、しかも無料じゃないんだよ。あ、無料じゃないの、あれ、あれ金取りますよ、物によっては。あ、そうなの。え、それやったことあるの?。いや、聞いた、聞いた、あ、聞いた話になると、あら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 。ひどいですね。はい。話と違うぞと。話ちげえぞ。はい。無料じゃねえじゃねえか。おい。てめえ。詐欺だと。訴えるぞ。どうせ売るんだろう。リサイクルしょ。そうだ、そうだ。はい。ああいうの、なん、結構アジアとかに流してるんですよね。確かに。うん。結構いい金になるらしいですね。はい。 いや、もういろんなお金の稼ぎ方がありますかな。そうですね。はい。翔さんみたいに転売屋もいますし。いや、もう毎週毎週、シュプリーム買って転売して忙しいかな。てか翔さん、あの。いやいやいやおーおーおおそこ流すなって。てか翔さん、転売してないよなじゃあ、ちょ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 。ちょちょちょ転売屋かーいとか聞いてる皆さんはそこまで、その手をつないでジョークを説明する必要ほどのバカじゃないんで。<laughs> いやいや,いやも。もう手をつないで、これはジョークですよって説明しなきゃいけない。い もうつこれで今流してたらえっ、ー、翔さん転売屋だったんですかホットメールまだ使ってるんですかねずみ先輩まだ知らないんですかねずみ先輩が知らなくて <laughs> 悔しいですか知らなくて氷がなくて <laughs> まだホットメールを使ってる転売屋の翔さんですもう違う本当にそれだけやめ、ね、て俺はもうアンチ転売活動してあの16年ですよ嘘つくな <laughs> もうまあいいですけど <laughs> はい ででこれ冗談ですからね、はい、<laughs> 一応一応言っておきますねもう今後言わないですからね <laughs> テンバイヤーのさんっていうのは冗談ですけど今後このポッドキャストが何年か続くかもしれないけど <laughs> ずっとテンバイヤーのさんって言うけどジョークだということはもう二度と説明しないんでオーマイガーなるほどじゃあ僕もそごいテンバイヤーで生計を立ててるさん。<laughs> 16年間16年間転売で転売屋の翔さんにちょっと質問をお願いします TikTok で s u p r e e のダサいジャケットを買う動画出したじゃないですかピンク紫メーターに2日前ぐらいの話ですねポケットが100個ぐらいある100個ぐらいついてましたダサくなかったでしょでもあれが一番人気でしょ一か 目玉でしょって、はい、さってさき始める俺にまあうんすごい良かったでも200番目で入ったのにまだあったって目玉目玉,目玉じゃなくね目玉なんであれ大量に作られてたんですよあれが一番売れるからって言ってあれがあの花柄花柄と黒と白が出たんですけど花柄めっちゃ作られてたらしくてなんなら当選,しな当選者が600 700万台ぐらいまでいるんですよで、はい、そういう人たちが終わって一般社が入れるんですねそのはいその人たちが入った頃までまだ残ってたらしいですありすぎて当選する意味本当や本当。俺それ聞いた時に <laughs> えって思いましたただでもあの前サイズがなかったかもしれないじゃないですかなんか代官山はもう200何番台で L しか残ってなかったとか言ってたその当選チケットって1人しか入れないですかそうなんですよあ<ー>あ<ー>一緒に行きたかったな 絶対嘘でしょいや、一緒に入ってなんかダサっつって。そあの、迷惑行為、迷惑行為。いや、迷惑行為じゃなくて意見です。なるほどね。見て、こう、アートを見て、意見も言うじゃないですか。このアートちょっとない。なるほど。だからこの、ダサいな。はい。わざわざ店に入って。あ、すいません。そのダサいっていうのは、いくらだったんですかあれは定価で4万4千円ですね。4万4千円。 でもピーターさんあの The North Face Quality のショーさん。もうすぐ子供生まれるんすか <The S 3> そ,そんな花柄、ジャケットに4万円使ってる余裕あるんですかあのジャケットは子供も着れますから、そのうち。家回で着てます。あの奥方も着ますし。し、みんな着ますから。奥さんあれ着てます。本当にうん、めっちゃ着たいって言ってた。た私もたまに変わるよって言ってましたあ。まああ そういいうううう言い訳があるからあそうそうそ,うそうやってうまく、ねはい、奥さんもこう<の>説得してるんですけど子供っていうのは、はい、多分そううまくいかないと思うんですよ。シュプリームに囲まれて育った子供は、うん、多分シュプリーム嫌いになるからそれはでもね俺もね若干そうなんじゃないかって例えばですけど僕その、まあ、こんなこと言うとまた突っ込まれそうですけどラルフ・ローレン着さ,れ着させられて育ったんですよ。そのことごとごくいいな でしょ<号>おいてあここ、金持ち金持ちとか言うんだろうお <laughs> 前らはどうせまた <laughs> いそう。それ言われて言わない人いないでしょ。<laughs> か確,か確かに。だ,だラルフ・ローレンを断るごとに着せられたんで、もう着たくないんですよ。じゃあ着せないほうがいいんじゃないですかシュプリーム好きになってほしいんだったら。<laughs> いやいや、だからシュプリームは好きにならなくてもいいけどあの、親から着せられるものとして着てもらえばいいかなんて。<ー>そうすると周りから、なんか。 れハイプビーストがいるとはまあそういう時代でも,もないかもしれないですけどえなんかちょっとヴィンテージシュプリームシプ,プリームだみたいなあの時代遅れのシュプリームそう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 で潰れた年、ね、昔し中,中学生とか高校生時代をそうやって過ごしてもらえればあとはねいや中学だよもうだってもうそれぐらいの年になったら 自分の、まあ、むむ他の人から見てはい、はい、どんなにそのお父さんお母さんがこう、うん、かっこよく見えても、うん、子供からしたらお父さんお母さんなんでかっこよくないんですよまあいやでも <laughs> えっ俺高校卒業ぐらいまでずっと親から着,せせ着,され着させられてるものを着てたイメージなんですけどえちょっちちえいつまで高校卒業ぐらいまでだまあ自分で服を買うことに興味がなかったんですよ実はあそうすかはいだからこうまあでも 自分の子供にはもうちょっとそういうところ磨いてほしいんで、高校ぐらいになったら自分で選んでほしいんですよね。中学ぐらいまでは僕のお下がり着せとこうかな、みたいな。<laughs> 僕の子供なんてそんなに精でかくなるとも思えないですし、S、サイズ S 着れるんじゃないかな、みたいな。M サイズも買っておきましょう。もしかしたらそんな S <S S 最近実は M サイズを買い始めたんですよ。ああ、よかったです。たまには L サイズも一応念のために買っておきましょう。<laughs> でかくなることそして、はい、<laughs> いや、なる M の自分の姿を見てすごい違和感を覚えるんですよ。なんか似合ってないなって。いや、いいと思いますよ。だから、はい。はい、はい、そして、シさんの「シュープリーム」といえば、はい、シュープリーム動画で、はい、TikTok で、はい、これ、TikTok の話をしていす、ね、めっちゃアンチがいるじゃないですか。はい、今日はアンチの話をして。<laughs> 今日はアンチの話をしていそれとお便りで、えっと、あったんですけど、なので、もうこれちょっと、これも今読み上げちゃっていいですか関係あ,どうぞあと しますあ,あ、そうですよねえー、これはえっ、ー、と葵いさんでいいのかなはじめまして翔さんがいつもタイラ・ド・クリエイター風のファッションをしてるのをきっかけを知りたいですめっちゃかっこいいし興味ありますまたあきっかけ知ってます PDR さんは翔さんのファッションについてどう <laughs> 書いてあるぞ書いてあるぞ PDR さんは翔さんのファッションについてどう思いますか翔<や> <laughs> さん<い>ホットベールいつまで使ってるんですかありがとうございますあともう1個あったんでそれもちょっと読んどきますけどえっ、ー、とどこでしたっけ ここれ長いいんですけどつと同じ人同じ人じゃないおあホットメールにもあ,<ー>あれにも送ったのかなたで、まあじゃあ、これ全部読まないんですけどあ、そうそうね、タイラーのファッションがめちゃくちゃ好きだって書いてある。あ同じ人だなこれ多分。で、僕は TikTok もともと入れたんですけど、翔さんが TikTok やってることが気になってみて、翔さんの投稿を見てみたんですが、ここです、意外にアンチが多くて、なんでって思いました。泣き笑顔あ泣き絵文字。 サイズ感がどうとかってコメントが多かったけど個人的にはすごくクールだと思ったしいけてるなって感想でした失礼かもしれないけどもアンチばかりなのにちゃんと TikTok を投稿し続けるのは何か目的があるんでしょう <laughs> <laughs> その部分のポッドキャストで話していただけると嬉しいです、ピエン顔文字。要するにめっちゃ嫌われてるのになんで続けていんってことでしょうね。で、あの、活躍しますけど、エモナイトずっと行きたかったけど、6月20日で誕生日迎えておめでとうございますえ。18歳かなんかになるんでしょうね。エモナイトこれからも行けるんで、DJ 楽しみにしてます。ごとりあ,ありがとうございます。あ、20歳だああ。お マイケミが好きで二十歳になるいや多分あれあの十八でも入れますけどね二十歳になるんだったら PDR お酒も飲めますねこれで葵さんでしたっけ葵さんです話しかけてください PDR さんがお酒いっぱい買ってあげますいやポッドキャストで読み上げられた葵ですって言ってでもそれ今言ったらいろんな人が葵さんあやばいやばいやばいあの葵さんディアさんで話しかけるときにちゃんと身分証明書も見せて6月20日の誕生日 それが、はい、うそ、ん、そうそうそうオッケ,ケー、オッケー。そしたらドリンクそうそうそはいお願いします p d r さん楽しみにしてます知らない人いるいると思うんですけど翔、はい、さんは TikTok で、はい、タイラーザ・クリエイターというラッパーみたいな格好をする方法をこうおなんかファッション動画を作ってるんですよこれとこれとこれを着れ,れば、はい、この写真この時期のタイラーみたいになれ,ますよになれるよあとシュプリームの発売 今週は何が出ますよ目玉商品みたいなのをやってるんですけど、はい、あとタイラーズクリエイターのインタビューでなんか俺があこれいいこと言ってるなとかおもろいなっていうのを字幕つけてるんですそういうのをやってるんですけどやってますその服をタイラーの格好をする動画がちょっとアンチが湧き気味そう急にねいつからか忘れましたけど急にいつからかそれまで誰も見てなくて僕の TikTok フォロワーは20人ぐらいだったんですけど PDR さんを1回「タイラーズ・クリエイター」の格好にしてみるっていう動画撮ったんですよ。で当然それは跳ねましてそれで100人ぐらい増えたんですよ。であやっぱ PDR さんすごいなと思ってたらなんかある日急になんかの通知 <laughs> スマホの通知が鳴りやまない日が一日あって、はい、何これと思って見たら TikTok に大量の コメント誰々さんがコメントしましたコメントめっちゃ通知消しましたあその、ね、その後消したんですけどでコメントがめっちゃ来てるからと思ったらなんかど,れのどれの動画かも忘れましたけど顔似合ってな <laughs> 着る人が大事髪前もう全部コメント一緒ですね着る人、うん、平らだから似合う、うん、着る人顔サイズ感 <laughs> スタイル <laughs> 顔とか失礼だろうな <laughs> それを見てびっくりしてうわ何これと思っていや、はい、あれですよもうなんか自分がかっこいいと思ってる痛い人認定されちゃってるんですよ、はい、TikTok で結構いるんですよそれ前も話したと思うんですけどそうですねそれ扱いされちゃってるんですよそうでてかびっくりしていや TikTok 始める時にそもそもそのやるんだったらそのまあこのポッドキャストとかもありますしあの なんかこう要は TikTok も確かフォロワーが1000人増えるとリンクがつけられるんですよね確か覚えてないですけどそしたらそこのリンクにこのポッドキャストのリンク貼りたいなとかあリンクって1000人増えそうなのあなたは作った瞬間に PDR さんは2万人とか行くと思うんでそ,れその苦労を知らないと思うんですけど。いや2万人もない <laughs> 今にいくらいいいいいるじゃないですすすかかままよそれですごいですよあってやっぱりでも PDR さんは YouTuber あんだけこのね、あのー、ポッドキャスト聞いてる人は分かってると思いますけどものすごい苦労ものすごい努力をしてあの位置まで行ったじゃないですかだからやっぱり苦労があって努力があって今の位置があるんで SNS で PDR さんが浮上するとそれなりに、あのー、もういつの間にかフォロワー数が増えるわけですよ。例えば クラブウスも僕は毎日英語をしゃべり続けて2年間ぐらいしゃべり続けて2年間1年半しゃべり続けて1年,い 1> 2年はうですよ1年はやりました、ね、1>, 1年だ,1年,だ1年しゃべり続けて1400人なんですよフォロワー頑張ったね PDR さんは週に1回来るか来ないかで1か月で1400人なんですよ <laughs> <laughs> すごいそういうことなんですよ で僕はティックトック始めてまあなんか1000人行ったらリンクをつけられるからポッドキャストのリンク貼りたいなってことで1000人を目標に頑張ってるんですよ。まだ行ってないんですか？あと100人です。はい。みんなフォローしてあげてお願いします。はい。それでその Spotify にリンク貼ってますよねティックトックの。あ,あ貼ってます貼ってます。そっからみんなフォローしてあげて。てあのリスナーで一人いましたよ。ああコメントくれた人。僕はリスナーなんですけどサイズ感どうにかした方がいいと思います。<laughs> <laughs> それ,それはね確かに PR さんもちょっと思うところもあるんですけどあ思うのいやなんかちょっと、うん、でもそれが翔さんの好みだから、うん、あそうなんですよでこのそういうなんかちっちゃめのあった時初めて会った時から S サイズが好きみたいなことを言ってたんでそれが好みなんだから別によくねそうそうあのーまあ、とにかくなんでやってるかっていうとまあとにかくそういう,う SNS 上のなんかこう一環ですよ どっかかかかから何が起きるか分かんなないいじゃないですかその TikTok からあのポッドキャストに来てくれたら嬉しいじゃないですかってことで頑張ってるだけなんですよ。はい、で増やす方法で最初 StreetWare ア,アクースティックっていうあのストリートウェアのブランドを着てなんか好きな曲を歌うっていうのをインスタでずっとやってたんですけどあやってました、ねそれが TikTok のコンテンツとして向いてるんじゃないかなと思って最初それで始めたんですよでも2個ぐらいしかやってないんですかそうでなぜかっていうと全く伸びなかったんであこれ需要ないんだってことが分かったんですよ<ー>でじゃあ何なら伸びるのかなと思ってじゃあちょっと試しにずっとやってみたかったそのタイラーの,かあのコスプレを毎回最初アルバムごとにやってみようと思ってあ<ー>そしたら「Call Me If You Get Lost」から「ゴブリンまでやってみたんですよそしたら スストリーーアアクスティッよよりは伸びたんですよなのであこれかなと思って<ー>でただ服がバスタードがやりましたバスタードとゴブリンあんまでもあ一緒バスタードになると彼もまだそんなにお金がなかったんで多分、はい、そのよくわかんないストリートウェーブランド着てるんですよ「s, <ー> <S スプ p ーム着る前のタイラーは真似できないんでだからそこは触れなかったんですけどでその後ににんか服装ばっかやってても そううなんていうの,そのなんかあ俺ってかっこいいでしょみたいな<ー>に見えるのも嫌だからタイラーで染めようと思ってタイラーのアカウントにしようと思ってそうで,す、ね、でインタビューを面白いなと思うインタビューを、はい、じゃあ字幕つけてみようかなみたいなそれがスタートですねそしたら PDR さんを乗っけたらフォローがドーンと増えたんであとでもアンチが増えた、はい 理由の一つは、はい、さん結構煽ってますよねじゃあなんかそれでそれ,それも聞いてもらっていいですかそれも聞いてもらっていいですかそれでただ最初は僕もそのインスタグラムってそんな悪いこと言わないじゃないですかあんまりないす、ね、僕も昔本当インスタグラムではずっと前からタイラーのコスプレしてるんでたまにアメリカ人だと思われる人たちから「か You think you're t y l e r みたいな「は、huh、みたいな。 お前自分のこと平らだと思ってんのか、oh. わらわらみたいのが来てたんですよ <Huh. S 1> たまにまあでもそういう人もいるだろうなと思って、はい、それはねあのあー TikTok と Twitter って結構クソな集めそれで、ね、<laughs> TikTok にもそういう人たちが現れて最初はちょっと傷つくというかなんかびっくりしたんですよねなんかえあこんなえなんでお前に関係ねえじゃん,なんか余計なお世話じゃんと思って ちょっと嫌だなと思って TikToker のジュリアナって友達前も言ったと思うんですけどいたんで話聞いたんですよねジュリアナ・フェーリー <laughs> モやっぱりイモナイトの DJ だけあって知ってますね <laughs> でそのジュリアナ・フェオリーにジュニアナのスティオリージュニアナ的にはどういうスティオリーで解,説解決すればいいと思うって聞いたんですよ、はい、この 俺は結構なんか誹謗中傷じゃないけどなんか悪口みたいなことを若干言われててって言ったらあそういうのいちいち気にしないほうがいいけどジュリアナが言ったのはいいててたたコメントしてくれるってことはエンゲージメントが上がるからショーがそれに対してなんかコメント返せばどん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 エンゲージメントが上がるからできるなら全部返したほうがいいよって言われたんですよコメントもらえるだけでも全然いいからみたいなそうなんだ知らなかったと思ってで最初絵文字返してたんですよ そしたらなんかどん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 くるからなんかさすがに一回ムカついて文で返したことがあったんですよ、はい。そしたらなんか p d r さんがそれ見て「なんかうさんちょっとこれは悲しいですよさすがに」みたいに言われたんで、はい、あそう見られるのかと思ってそれもちょっと嫌だなと思って今は絵文字だけにしてますそれがまあ返事しないのが一番いいと思うんですけど、はい、そのエンゲージメントを上げたくて。 軽くあしらいいたんだってあいつらわかります皆さん俺は頼んでないんですよ。俺がそいつらに送りつけてるんだったらああいうコメントもらってもいいんですよ。いや顔見せんなとかなんかいやいやそんなこんなみすぼらしい格好見せんなって俺が送りつけてるなら言われてしょうがないと思ってるんですけどお前らは TikTok 開いて俺がたまたまおす,すめ出てきてそれをこともあろうか13秒間もずーっと。 と凝視してスワイプすればいいじゃん2秒でみたいなはいスワイプすればいいじゃんそれをね13秒も15秒も使ってさらにコメントまでしてくれるファンですよねめちゃくちゃ感謝してますありがとう愛してるなんで僕は丁寧に返事をすることにしてるんですよいやーでもやっぱはいてていやもういいんですよもうなんか <あ>のなんかもうガキしかガキまあこ TikTok だからガキしかコメントしてないと思うんですけど、はい、いやもうねなんか割り切って全部コメントが来たらなるべくしてただな,なんだろうなあの自分で上げといてなんなんですけどこの前 n ワー r ドをえっとタイラーがあの白人に使われたらどう思うかっていうのをまあそれも僕はその人種差別に対して議論を 巻き起こしたたかったわけではなくてタイラーのエンールタイラー,エンールで使い負けるからそれに対してタイラーのスタンスをタイラーがはっきり述べてたシーンだから切り取ったんですそれに対して日本人がめちゃくちゃなんかいや人種差別はどうのこうの何だか。いや 日本人が気軽にその論争入ったら怪我するんでそれはマジで俺やめたほうがいいだからもうもっともらしいことめっちゃ書いてるけど僕も含め日本人は黒人が受けたような差別を経験したことはこの歴史上一回もないんで僕たちが口出すことじゃ僕はそんな議論を巻き起こしたかったんじゃなくてタイナーの N ワードに対するスタンスをただはっきりと述べたかった動画を上げたかっただけで。 日本人はあの議論に入んないい方がいいです海外の人に踏み潰され本当にあのね <laughs> 本当に見当違いのことを言ってる人たちがめっちゃいて<ば>でももうそれに対して僕が僕が意見するのもあのなんていうのかな気が引けるんでやめときましたけど、はい、あのいやー勉強した方がいいですよ皆さんっていう人たちが多かったんで<ー>気軽にちまあのがだからじゃあちょっと最新の動画からの、はい コメントを読んでてもよろしいですかどうぞどうぞどうぞ。これ、翔さんの一番新しいタイラーの格好あ一番最近のタイラーの格好ですね。まず。風さん、タイラーにはなれなかった。いや、それはなれないです。トップスの身幅とショーツの渡りが小さいから微妙なんじゃねいや、それお前に言われる必要なくねトリプル R さん、吹いた。おお何吹いたんだよ。ちゃんと説明しろの たけのこさん何を切るかじゃなくて誰が切るかお前来てみろよじゃあこれはいいコメントだから飛ばしますこれもそういいコメント呼ばないかゲロ飯悪いコメント残してるやつの名前がもうなんかゲロ飯ってなんだよキメえよお前サイズ感サイズ感お前のサイズ感俺に押し付けんじゃねえ たまたま、はい、毎回服は結局着る人ってのを教えてくれる優しい方毎回毎回見てくださって本当にありがとうございます,あ,いますあなたが優しいです森もり森森いやなんか森も,もフォルストップリ <laughs>、はい、<laughs> 横の髪の毛刈り上げた方がいいと思いますうるせえいつもいつも平らの格好してんじゃねえんだよ人って大事あ,ありがとう俺,俺は人としてお前よりよっぽどあの重要性があると思うあこれはいいコメントなんでとばします<あ>これも やっぱ顔大事やな <laughs> いやお前の顔も見せてみろじゃ坊主 <laughs> にした方がねしうさんって坊主にしたことありますかないしあの僕,の<ろ>僕の美容師から僕一回でもその実は <laughs> や<ろ>実は言ったじゃないですか最初すごいあの TikTok のコメントに傷ついた時期があったと思って、はい、本当に坊主にしてヒョウ柄にしようと思ったんですよあのタイラーのーでそれを美容師に相談したら いや、三井君か、頭の形が日本ザ・日本人の形してるからビュ、正直、坊主たま似合わないからやめたいいナイス美容師。<laughs> ナイス美容師。最後の、最後の。ペロペロッチ。ペロペロッチ。なんでこんな微妙なんいや、お前より微妙じゃないけど。あち,ょっとどんちょっと格好まだ見てないから、ちょっと見ますね。<laughs> 別にいいんですけどね。はあ。そう。はい。<laughs> お、めっちゃ受けてるやん、どういうこと。<ー><お>いいんじゃないですか。これでこてたりす。あーって言ってる時点によくないでしょうよ。どっち、これこれ逆によく。こどこがよくないの。どこがよくないのか知りたい。お、めっちゃ考え。なんか、なんか違う。いや、それタイラーではないよ。よそ,そうそうそう、でも、これを着て外は出ますか。<あ> <laughs> あ、でもその格好は別にいいんじゃないかなって思うけど、全然だけどさ、長袖だからね、だから出れないなみたいな、なんか違うな、なんか違う。いや、なんかまだそういう違和感を皆さんお持ちなんでしょう。いや、でも、おそらく。まあ、なんか似合わないやつと似合う、平ーの格好をどうやってするか見せてるだけだから、そりゃ翔さんも、そうそうそう。これは普通に良かったと思います。本当ですか例えばコムドットの コムドットのの何さんでしたっけ一応有名。ヤマトさんでしたっけえ、ゴルフがそれ着てるんですよ。ゴルフ全くそのパーカー着てるんですよ。それでそのパーカーに読んで超プレッタですよ。2年前ぐらいに。コムドットがゴルフ着てるんですかそう。2015年に。タイラー着いたことねえだろ。いやだから書いたんですよ。タイラー着いたのかな、こいつって。コムドットがタイラー着いたのかなそのパーカー二2015年に出たんですよ。え、古だけど、ヤマトくんは。もしかしたらファン 2年前ぐらいに来たんですよ。もしかしたらファンになったんじゃないタイラー結構メインストリームだしね。いやいや、ね。そんな勝手に決めつけるのはよくないですね、<う>パリピだし。確かに、確かに,確かに、はいまあ。タイラーパリピではない。タイラーパリピじゃないです。パリピ、バイブスはあるけど、パリピじゃないっていう,う。クラブとか行かないって言ってたし。エイサップ・ロッキーとかジェイデン・スミスみたいなパリピと一緒にいるけど、うん、パリピではない。あいつらが、あの、 ロッキーとタイラーが一番あの遊一番一緒にする遊びはなんだっけレースでしょ。車のレースでしょ。楽しそう,そう。お互いスーパーカー乗ってレースみたいな。俺らもこのポッドキャストでメリオネーになってそれやりましょう。やりたいっすね、はい。田舎で。あ免許取んないと。えあ免許持ってないんだっけウ、はい、さんの有名のスポーツ、<や>ドリームカーは何ですかさ僕ね、車に全く興味がなくて。同じなんですよ。俺、戦車って言うと思ってたんですよ。え 戦車。戦車 <laughs>、はい、それであ、超面白い、超面白い。戦車がドリームか前なんかいろんな YouTuber と会った時にみんな自分たちのマクラーレン乗りて、そうラーレ東海オンエアとか、ミノの家に行った時になんに東海オンエアの2人がいてみんななんか車の話してて、あっ、ててミノの家に行った時に、ミノってなんだっけカリ元カリブラの。 あのボンバーの方ですかはいはいはい。彼の家に行ったときに、としみつと、はい。哲也が、は、来た。哲也は動画のために来て、としみつはなんか、ただ、つなかの見に来て。不倫した人でしたっけ浮気し違います。ああ、炎上した方ではない方。え、東海オ湾で不倫した人っていますなんか、なんでしたっけあやなんチャンネルとかいうね。ああ、それ違います、違います。ああ、違う人ですかなるほど。それでなんか、自分たちの。 車の話の持ってる車とか好きな車の話とかしてて PDR さんどうなんすって戦車買ってお前らのスポーツカー全部作ってやりたいて超面白すぎでも本当戦車ちょっと欲しいですそれかバットモビール考え方がもう小学生なんですけどそれだけ翔さんと一緒で車に興味がないんですよ全く興味ないですねだからスポーツカー買うんだったらなんかめっちゃいい状態の初期のスパイダーマンのアメコミ回線いや一緒なんですよ スポーツカー買うんだったらめっちゃ状態のいいシュプリームの服をあのヴィンテージのシュプリームの服を着て <S,、はい、S サイズ <S。S サイズがなかった頃の M サイズですね。M サイズで。はい、でアンチの話に戻りましょう。はいアンチの話に戻りましょう。PDR さんも、はいまあ、アンチって、はい、なんか誹謗中傷をなくしたいとか、はい、そういうのありますけども、まあはい、もちろん皆さんなくしたい気持ちは分かりますけど。はい 無理ですくななくりません戦争がこの世からなくならないのと、はい、いじめがこの世からなくならないのと人,人間が一人以上世の中にいる限り、はい、ちょっと無理なんですよそう喧嘩がなくならないのと一緒で、えー、誹謗中傷も残念ながら、まあ、あまりにもひどいと、はい、なん殺害予告とかすごいひどかった場合は警察行った方がいいと思うんですけど、うんうん、そうですねさんも結構 PDR さんの殺害予告とかいろいろすげえしつこい YouTube メッセージ機能でめっちゃ殺害予告とか気持ち悪い動画とか送ってくる人がいたんですけどマジっす YouTube にその頃報告しても何もしてくれなくて今だったらそれいつ頃っすかいつ頃2012年とか2012年にそんなことがあったかキモかったのがブロックするじゃないですか別のアカウントそれもう10回以上くるキモいうわだから好きでだそれさっきの話じゃないけどもう PDR さんのこと好きよね 送ってくるめーちゃ気持ち悪くてどんなこと送ってくるんですかもう覚えてもうんか殺害予告っぽいのもあったんですけど同じ人だったから何人もいたからちょっと全部ごっちゃ混ぜになっちゃったんですけど一番気持ち悪かったのがハーレムシェイクって生えてたじゃないですかかんのああはいはい恐怖ですね俺がやったハーレムシェイクの動画をただ見ながら椅子に座ってる動画を送ってきて怖っ それもうさ。ホラー映画や。それいや、それはもう。めっちゃファンじゃん。違うんですよ。なんか。めっちゃファンじゃん。嫌がらせ、嫌がらせ、気持ち悪い。いや、それはファンだわ。その頃は本当何もしてくれなくて。死ねとか、国えれとか。国帰れ、嫁にひどいことする。死ねも。嫁にひどいことするぞ、来たの。まあ、今すごい。脅迫じゃん。 ファミリーフレンドリーな言い方だったんですけど、はい。うわ、ひどいな。そういうのよくあったんで、ミーメッシも結構体説ついてるんですけど、最近はそんなことないですね。でも、まあアンチって何をするにどんな人でもアンチあるんですよ。ビートルズ嫌いな人だっているんですよ。まあね。うんうんどんなだからすべての人に好かれようと思い好かれたい人はそうやらない方がいいですね。そういう。でもそ例えば PDR さんは全ての人に好かれたいなんて思ってやってないじゃん。いや、思ってないっす。でしょいやアンチとかも、前は結構煽ってたんですよ、初期の頃じゃ,ちゃちょっとじゃ逆に、PDR さんの当時の煽り方をすげえ教えてほしいんだけど、どういうふうに煽ってたの俺は今、絵文字で煽ってるつもりなんですけど、け結構黄色な,なんか、ん日本語で煽ってたの どうやってやってたかな普通にかかってこいいかかってこいじゃないですけどバカにした感じで <laughs>、うん、米見コーナーとかでアンチとか見せてそのせいでアンチじゃない人もアンチコメント残すようになって取り上げられたいから、うん、だからやめたんですけど、はいはいはい、なるほどカマチョが増えたんですねそのことでーリアルソンの好きな CM パンクの、うん、CM パンクの映像を使って、うん、ああんか それもつかいせんぜい、あの、I hope, I hope your parents die あ。ああ見たことあるよ <laughs> そ,れそ,れそれちょっと、言い過ぎたかな、うんうん、ちょっとそういうエッジな返事をしてたんですけど、なんか、だるいなって思ってそのこんなにいいコメントばっか残してる、うん、視聴者さんがいるのに、その、一部のアンチを取り上げるの、なんかちょっと違うの、ね。本来ならいいコメントを取り上げ,てあげた方が健全ですもんね。はい、で、キニ、はい 全く気にしててないっっ言たら嘘なんですよたまにねなんか気分が落ちてる時とかに嫌なコメント見たらそれはちょっと傷つくっていうか傷つくっていうか落ち込む嫌な気分そんなずっとそれについて考えるわけじゃないんですけどそのアンチコメ別に見るのいいと思うんですけど多分それをこう真に受けていろいろ変えなきゃいけないとかそう ずっと考えないいい方がですねあんま気にしない方がいいっていうのがまあ難しいことだと思うんですけどまずはそんなコメントを毎秒チェックするのはやめた方がいいと思います頭おかしくなるから前あった結構ビッグな YouTube あった時にびっくりしたのがコメントの通知をスマホで受けてたんですよ。いやだって お前めっちゃコメントる毎秒,毎秒コメントやんって <laughs> うわそんなんできねえよん <laughs> だよそれそういうのとかやめた方がいいですねなるるでもアンチって、うん、まあ所詮はなんかちょっと悲しい人いやそうなんだ宮中じゃないんだろうなってやっぱこう思っちゃうね暇じゃんだってまずそ,そうですねそれで片付けるのはまあみんながそうってわけじゃないですけど、うん、でもやっぱりなんか 暇な人とか、うん、まあ自分の人生がうまくいってないからこういうことやってるとか、まあ、ひがみとかもあると思うんですよいや本当そけあだからそれで言うと僕,に僕の TikTok 欄の人たちはほぼ妬み、えー、嫉妬お前服持ってないだろうで俺が服持ってたらもっとうまく着れるぜっていうことだと思うタイラーのこと何知ってんだっていや <laughs> ショさんタイラーに34回ぐらい会ってるからお,飯お前じゃあお,お前タイラーと飯食ったしなんかハ,グハグされたんでしょうか、まあハグとかよりもなんかタイラーと私的に話したことじゃお前はタイラーのことを理解してないって言われるんですけど、まあ、確かに理解してないと思います少なくともでもタイラーと私的に私的に会ってお話したことはありますそのファンのミーターグリッドとかではなくっていうことだけは、はいこ,こ,ね、ここに名誉のために言わせていただきます、はい、あと あ1個だけ言っていいですかファンの人たちもいろいろファンの人たちっていうかこのリスナーの人たちもあれみたいなんで疑問を持ってるみたいなサイズ感とかについてで分かってますそのサイズ感が今はオーバーサイズが流行ってるとか特にヒップホップのラッパーの人たちはオーバーサイズに着るっていう文化あることも全部分かった上で僕はああいう格好することを選んでそれはなぜかっていうと僕のスタイルがあのまあ日本人ですから足も短いですし。 で日本アメリカの服の作りがあの幅見幅が狭くてな着丈が長いとかそういう都合もありますけど M サイズ着るとマジで足がなくなるんですよ、僕。マジであの着丈が長すぎてで S が限界なんですよ、アメリカサイズは。であとは僕はあのロックバンド MO ポップパンクバンドやってたんでやっぱりこう,う、ね、タイトに着るっていうのが僕の文化なんですよ、わかります皆さん。俺も昔タイトの T シャツ着てました、<う>デブになる前。 あの僕は僕の文化の中で平らの格好をしてるのでああいう解釈になるのであって逆に皆さんのヒップホップ文化を僕に押し付けないでほしいっていうのが好みで正直なとこなんで全て分かってますでじゃあじゃあお前らヒップホップの格好がなぜオーバーサイズになったのかとかなぜ腰パンするのかとかそういう話できんのかっていうところに俺はじゃあ行くぞって思ってます俺はそういうの全部分かってるからなちなみにあの芸人がよくあの彼女とかに お客さん凝ってますねって後ろからマッサージされることがあると芸人の方がね、はい、感えっと芸人の方はお前それ俺に俺に対してそれやるってどういう意味か分かってる俺はそれに乗っかって最後まで落とせる自信あるけどお前はそこまでいけるのって思うらしいんですよ芸人の人は気軽に「お客さん凝ってますね」ってやられるとそれと一緒なんですよ俺に対してヒップホップの文化理解いやマジで行くじゃあそこっていうことなんですよ なるほど以上ですこちらからさ、はいめんどくな面倒、はいまあ、くさいおじさんなんですよもう申し訳ないです本当にでアンチの話に戻りますアンチの話に戻ります、はい、なんかアンチとかは無視すればいいと思うんですけど、はい、ただすべての批判をアンチで片付けるやつ、うん、ちょっとムカつくんですよあそれはそれで言っ <coughs> たボンユタたボン は今朝ちょっと動画見ちゃったんですよ加藤浩次が「ユタぼンと話して「カンプなき」にまで「ユタぼンをこうまあ悪い感じじゃなくてこう、うん、親が子供もをせ、うん、ちょっと軽く潰す感じで「カンプなき」にまで「ユタぼンを潰したんですけど「<laughs> ユタぼンみたいな本当に。はい ユタボンはなんかあ誹謗中傷の人を訴えたりそういう話してて死ねとか学校行くなとかそういうのばっかでいやでもコメントの今コメントは誰でもコメントできるか分かんないですけど、うん、よく見るとし普通に心配してる人とかやってることがおかしいとか死ねとかそういうのを使わずにコメント残してる人いっぱいいるのに、うん、そいつらを全部こうアン,チにかたアンチで片付けるのはなんかどうかと思っ、ね、てじあ 自分と意見が違うだけでアンチ認定するのはちょっとおかしいと思いますね。じゃあその,そのボーダーその境目ってどこなんですかっていうのはプロ YouTuber からするとそこのちょうどつまり僕はまだ全然アマチュアなんで要はそういうさっきみたいなコメントをされると全部なんか。 あまあもう別にムカつくとかじゃなくてあこの人は僕のこと嫌いなんだなお疲れってことで、まあ、絵文字返してるんですけどその,そのボーダーってどこなんですか結構難しいと思うんですけ、ね、ど境界線って境界線分かんないですねプロ YouTuber でもやっぱ分かんないっすねいやむずいです,いすね <laughs> でもまあう本当に無視するのが一番どう,もどうでもいい まあね、本当それでもさ今日のテーマこれアンチなんだからそれをどうでもいいって言ったらあれなんですけどまあでもまあそうか結論としてどうでもいいってこと、まあ、みんな言うと思うんですけどやっぱ気にしない、はい、こうあおったりすると逆に増えたりするしあでも確かにそうだ、ね、増えてほしいんだったらバンバンあおってください、うん、<laughs> 耐,え耐えられるんだったら全然いいと思うんですよ、うん、まあでも確かに強靭なメンタルっていうか本当に無関心でいないとはい ほんとやられちゃうと思う。それは思った。それは思った、本当に。死ねとか来た、全然来ないですよ。あでも死ねってもうフィルターかけられてない多分タイプできないと思う。え、嘘うん。できるはずだんだけど。できるうん。俺、自分のアカウントで死ねって TikTok? あ、TikTok か。あ、違う。YouTube の話。YouTube 死ねが入るのあ、でもカタカナで書くといいとかあるよね。でも、死ねとか国に帰れ、昔はよく来たんですけど、最近全く来ないですよ。もう最近来ると、おお 久しぶり <laughs> みたいな感じ <laughs> えそのさじゃあさ逆に昔来てたアンチコメが来なくなったのは何でのだと思う視聴者が増えたからじゃないあじゃあ視聴者が少ない時の方がアンチってくるんですかどうなん最近その体感でいうと、ね、PDR さんの体感でいうと結構視聴者さんちっちゃい YouTuber に まあ最近はどうか分かんないですけどなんか厳しかったイメージがあるんですよね。はい、始めたばっかのにめっちゃ低評価ついたり頑張ってるだけなのにアンチコミ来たりでもやっぱ視聴者が増えるにつれアンああそうかそうか、はいいいコメントの方が増えるからだ、はい、ファンの方が増えるからで確かに気にしないのは難しいですけど、うん、一旦離れてよく考えてみてこんなにいいコメントがいっぱいあって、うん、この一個のコメントでその自分の、うん、なんていう 一日を左右してほしくないじゃないですか。そうね。こんなに応援してくれてるのに。目立ちますよ。いいコメントの中で1個なんか、をつまんねえ、しね。でも、他のコメントも見てください。んな面白い、いつも楽しみにしてますとか、そういうの見て。ね。確かに。どうせリアルだっても言えないだろう。P リアルさん、アンチに1回だけ会ったことあるんですよ。へすげえ。 それでもすごいででももいすね、リアルででもしかもアンチなのかもちょっと怪しかったんですけどはいはいどこででったんですかメグインがやった番長っていうイベントがあったんですけど <はい S 2> PDR さんと m ー m e が審査員をやったんですよ <はい S 2> そのスモール YouTuber が動画を作って我々審査員が。 点数をつけて買った人が十万円みたいな企画だったんですけど。それはねリアルでやリアルで開催なってます。はいもう2013年14年とかだったんですよ。で動画は何スクリーンか何かに映してるんで観客もいて柴田そこであったって言ってたんですけど。はいはいはい。うんうん。えピーディーアールさん未明示瀬戸さん朝日さん瀬戸さんっていうのはあのピ瀬戸コーシップリームやってる人ですよね。そうね瀬戸さん。 誰いたかもも何人かいました、ね、ジェットサイスキーいたかな、はい、覚えてないジェ,ジェットさんまあそれは別にですあとピーリアルさんとミーメイでたのにメグインに一人分のキュール <laughs> ギャラしか出すなって言われて <laughs> おい俺ただ働きだったおいふざけんなよちゃんと二人分出せただその時期すごいお金に困っててうん、うん、メグインがそのギャラを 早めに振り込んでくれたことはすごい<ー>。今でもめちゃめちゃ感謝してますすご,すごい困ってた時だから。だたその時はありがとう。一、はい、人分しかくれなかった。<laughs> まあ、本当、まあ。それは置いといて、はい、そのイベントをやりますよ的なツイートした時に。はい、確か、P. D. R. さんの妻に対して、なんか。ひどいツイートをした。人がいたんですよ。で。イベントのさい。 中が終わった後にご、うん、視聴者さんと会ったり写真撮ったりするタイムがあったんですけど、みた、はい、グリッド的なものですよね。ガキが来て、ああのツイートしたのは僕ですみたいな、<laughs> カンビングアウトして、あこクソガキじゃん、多分 <laughs> 何歳ぐらい。 中学生。うわー、小学生。そいつはしばけないな。はい。いや、強く出れないじゃないですか。出れないね、ずるい。子供だからね。その時三30近い。いや、だめだ、だめだ。で、でまあ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 、メイはちょっとこう、ちょっとまあ、どういうこいつみたいな、そういう、まあ別に怒ってないけど。ああ、でもちょっと可愛くね。ああ、ああ、インくださいちょっと待って、貴様。 ファンじゃんちょっとっファンだったんだね、<様>アンチコメントしても。フィリアさんは、うん、分かった。色紙にサインして、うん、これ動画でも英語の動画で言ったんですけど、うん、やっぱちょっと納得いかないから、サインして、うん、なんていうか、Go to hell って書いたかな。Oh my god!Go to hell か、Suck my balls って書いた。ああ、まあ Suck my balls、まあ、でも、アンチと遭遇したのそれだけで、あ、ただのガキじゃん。しかもさ、アンチじゃないじゃん。ファンじゃん。 カマチョだったと思うんですけどじゃただのだからまあ結局はすげえ可愛いなちょっとアンチも人間だしただのただのファンですね今の話聞いたらよりんかいおしくなりましたああんかすごいいい話でしたね今のだからアンチも結局は人間で多分悲しい人間だと思うんでしかもただのガキだったんではいただのガキ よく考えてみたら、あれが大人だったら怖いですよね。怖いし、もっと悲しいと思う。お前、大和さんの言葉を借りると、大人がよ、いい大人がよみたいな。あそういうこと言ってるんですね。いや、ガキだったんですよ。だから、アンチっぽい人に会ったのはそれぐらい、面と向かって言えないと思う。だってさ 道端でよ、自分の,その好きじゃない YouTuber に、まあ、万が一たまたま会っちゃったとしても、だって声かけるわけないもん。はい、だってよく考えたら。はい、ネット上だからこそ言えるけどみたいな。あと、PDR さん、はい、わかんないんですけど、翔さんはどうかわかんないですけど、はいはい、なんかちょっと怖いイメージがあるのかな翔<ー>さんはリアルで知ってるん、ね、ですけ動画であんだけはっきり物事言うからかな。で煽ってきたやつに ちょっと冗談交じりで返したらなんかそいついない消えた消えたか分かんないですけど後で話しかけてきたのかななんか煽ってきましたなんか PDR さん死にかけてて PDR なんだっ声出せよんか声声声出てねえぞ声出てねえぞで俺が3つけろって言って PDR さんがうるせえよ社会的に刺すんぞって冗談で言ってあと最後の時には 煽ってきたやつ顔覚えたかんなってもうそれ全部冗談なんですけど <laughs> ちょっとマジに聞こえちゃったのかないやいや,いやだから皆さんあれエンターテイあの言っときますけどさっきの,あの僕の転売ヤのくだりじゃないですけど PR さんエンターテイナーなんで、はい、それを全部真に受けちゃったらなんか真に受けて怖がっちゃったんだったらちょっと申し訳ないですけどコメディシンですかでコメディアンなんで、うん、まあそうコメディションですか今の,今の謝罪を撤回しますねなんで <laughs> あと煽ってきたのお前だし煽ってきたら <laughs> 返しがないと思うなよ <laughs> いやでもだってあおってきて返しがない方が僕は寂しいですからねテイリアルさん何年やってると思ってんだよ確かになめるのってなつまんねえつまんねえあおりにちゃんとした返しあるに決まってる素晴らしい、うん、しかもちゃんとちゃんと丁寧に社会的に抹殺するぞっていうそこまでこうね、はい、丁寧に構ってあげてるっていうはい素晴らしいです、ね、でも あおりも素晴らしかったと僕は思いますけどあ,あ,あえて PDR で切ったとこは僕は「はい、あもう3つけろ」って言われたいよく、はい、バンバンじゃんみたいな。はい <laughs> エリアさんも結構いっぱいいっぱいだったんですけど本当に死にかけてたんで <laughs> 結構後半の方だったんでもう疲れきっていたピリアさん2曲,2曲目ぐらいで死んじゃってたん,で <laughs> なん,か,なんか書かれてたよねなんかコメントで 2, 2曲目ぐらいで完全に体力を使い果たしてさらに機材を壊してへこ、はい、んでいたピリアさん大丈夫なんですかあなんか全然平気だなんか俺も別に異実触れず<え>ただ別に機材壊したの何も機材ケースケース,ケースが割れただけなんで割れち,ゃちょっと、はい、ハゃぎングて、うん ケースをずっとなぜか押さえていたっていうね、はいはい、<laughs> ケースっていうのはあのなんだっけレコードプレーヤーの,あのレコードターンテーブルにほこりがほこりがかぶんないようにつぐるプラスチックまあ実際あ消耗品ですからね。必要なものを破壊したわけじゃないでもすごい申し訳ないちょっとあ<う>やべっていや俺もなんかあちょっと壊れちゃったんでって言われたら別に、ね、あの経費で出せばいいだけの話だしと思ったら、はい、で何も言われなかったから チーズみたいなチーズということでまあなんか、はい、いろんな話飛、はい、ん,んだりよく分かんない方向に行ったりしましたが、はい、アンチの話でした、はい、はいだちなみにですけどあのじゃあこ分かんないですえっとこのス,スポティファイで僕毎週アンケート取ってるんですけど YouTuber、はい、になりたいのかとかはいいろいろ聞いてるんですよ。 皆さんに、はい、でちゃんと結構皆さん答えてくれて,て俺これ全く触れてなかったんであれ申し訳なかった例えば思ってない <laughs> 140人が、えー、答えてくれて <laughs> ユーチューバーになりたいと思ってたた,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 たかが20%ですけどでも20%の<構>視聴者はユーチューバーを目指してるってことで<や>その人たちにそのじゃあ,あアンチのやっぱり コメントが気になっちゃうとこから気にならないとこまでいった PDR さん的には最終的にこう,こうしたらいいよっていうアドバイスはどうですか、まあ、気にしない方が一番なんだけど気にしちゃうじゃんそうですねだからこうど,うどういうふうにそのこう過程を乗り切っていけばいいか教えてあげてくださいよそのやっぱりこうメンタル的に来てほしくないじゃないですか皆さんにそれを気にするでもあまりにもメンタルに来たらやんない方がいいと思いますああもう 投稿とかかをですそれかもコメント欄閉鎖ああ確かに確かにその手もありますでもまあ言ってた通りで確かにメンタル来ちゃう人には向いてないかもしれないそうですそれはそうかもしれないですちなみにコメント欄閉鎖するっていう手もあるんですけどバンドマンですかの質問にはやっぱり20%がバンドマンバンドマンなんだすごいな20%もいるんだねだから結構アーティスト系の人が聞いてくださってで あのー、曲を送ってくださいあお願いします書、はい、けますかあのコピーライトついてないやつでお願いしますコピーライトついてると <laughs> そうレベルに所属してない人はいあのあそのコーナー始めましょうかてか流してもいいよっていう方でレベルに入ってなくて、うん、大人の事情とかそういうのがない方お願いします,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 す、はい、あ多分チューンコアかましちゃってるとあのダメなんですよなんでチューンコアにかをかましてないチューンコアっていうのはサブスクに配信載せてない人でお願いします 載せてるチュ、ね、ーンコアがかかってきてあとですね <laughs> これ先週合コンの話で出会いを求めてる人は合コンに参加する派なのかマッチングアプリを使用する派なのかこれすごい僅差で合コンに参加する人は46%マッチングアプリを使用する人54%ということで半々だけどマッチングアプリがやっぱりちょっと勝ってる。いや今の時代はマッチングアプリでしょだって マッチングアプリで出会って結婚したっていうのかなり増えてきてい,すいや、増えてますよ。<今>で、結構、海外の僕の友達とかでカップルでマッチングアプリかあっ,った人たち超多いです。そう。はい。結構びっくりしましたね。マッチングアプリ使う人って大体 DTF じゃないのかなと思う。DTF って何ですか ?Down to fuck。ああ、いや、of course。いや。そりゃでも、Down to fuck。まずそう、d o n t fuck からのあワンチャン、その恋愛感情に発展するみたいな。 パターンもあると思うんですよだってまあ、まあ、合コンもねまあの人こんなこと言うのも僕気が引きますけどあの今の奥さんともあ出会い方はダウントファックですからこんな見方するならですよでもきっかけはそうですよ三井とこの奥さん聞きました今のいやでもそれはよく聞きましいやそれは2人でよくあの,わだあの笑い話にするんですよどこで出会ったんですかあのー、渋谷のクラブですね <laughs> あ違いますもう今の言い方だと渋谷のクラブで出会ってみたい違いますちゃんと友達の紹介ではありました友達の紹介で、ま、そ,そっから入れよそうそう友達の紹介で飲み屋で会いその後渋谷のクラブでベロベロになりっていうあの、はい、なんでその友達の紹介から入らないの ちょっと誰子供が聞いてるかもしれない確かにヤングなおなヤングがねたくさん聞いてるからはいなおなヤングがリトル三井がそうだから何がきっかけで皆さん結婚するか分かんないですよってことを僕は言いたいんですよなるほどだからどんなどんな可能性も潰しちゃいけないってことはどう話していいんですかそのあもうでも二つの奥さん大丈夫です大丈夫聞いてないからあとでキレられる聞かないしかもいつも2人で笑い話してますなるほどはい 2>, いやでも2人の間の笑い話を世界中にさらすのはいいんですか、うん、別にでも <laughs> 僕はあのプロポッドキャスターなんで <laughs> どんなことででもはいそっかはいゼロを1に変えていかなきゃいけない,いあれですもんねプロポッドキャスターとか 1, ー 1>, 1円ももらってないですけど <laughs> 全く金にならないこのボランティアポッドキャスターの。<laughs> テンバイヤ兼ポッドキャスターのちょっと調子申し訳ありません。いい今のはジョークですから、PDR さんはエンターテイナーであります、はい。エンターテイナーです。このポッドキャストもね、ちゃんとただーチを聞いておきますけど、テンバイヤっていうのはジョークじゃないんですよ。<laughs> おい、最初からこのポッドキャストちゃんと聞けよ。<laughs> あと、ここだけ切り取るのよ、マジで。最初ちゃんと聞いたか、<laughs> PDR さんの最初のスピーチちゃんと聞いたか、うん、フ,ルフルでピョッポッドキャス、ピョンドキャス。ショーさんはテンバイヤですから。はい、どうもありがとうございます。テンバイで、シプリームのテンバイで生きています。<laughs> 最近でもスプリーム本当にプレイでつかなくなったんでいよいよですねまた一緒に行きたいっすね本当ですかなんか買ってくださいんかだって一緒に行って4万捨てるお金あるんだったらんか T シャツ捨ててないから僕一回本当にボックスロゴ欲しい気になったんですけど本当に欲しいんですかいや欲しくないけどんか動画で動画で聞たいからだったら本当一回のみに行きましょうはい行きましょう PDR さんと一回一回だけスプリーム入ってたじゃないですか マジで表情が具合悪そうな表情になったんであれやべえと思ってあの結構気使いましたも,んあもう早く出た方がいいのかな PDR さんはちょっとうさんと違って常連なんで中は撮影できないんですけどビログかなんか作って一緒に行きましょう <laughs>、はい、ああいいですね楽しそうチラッと撮ればいいです <laughs> あでも PDR さんが撮ると多分炎上するんでやめましょうはいはい 転売ヤの方と違ってちゃんとルールを守る方だったら偉いそ,れはそうだ、ね、ルールこう見えて真面目なんですよ、はい、ちゃんと緑になってから渡るから、うん、確かに翔さんは赤でも渡ったりするような人なんで僕ニューヨーカーなんでニューヨーカーさん根っ、はい、からのニューヨーカー、はい、ニューヨークではあの赤で横断歩道を止まってると「あのえお前頭いかれてるの?」みたいな目で見られますよね逆にすごいなすごいあの適応するのに時間かかってではやっと「あ 車が通ってなかったらスッて渡るんだと思って渡っててこれ j ウォーキングじゃないですかえっとねまあニューヨークこれは LA でやるとちなみに j ウォーキングで捕まります LA の人は一切それ絶対やらないですけどニューヨークでは逆にそれをしないとなんか何なんでしょうねあれニューヨークの人って常に急いでるんですよ常に時間に追われてるんですよ何もしてないくせにう,うん <laughs> いや何なんでしょうねでついつい日本に帰ってきた急いでるアピールうんなんか異常の人みたい <laughs> でも東京の人、だからニューヨークの人たちは言うんですよ、東京の人たちってめっちゃ礼儀正しいねこんな赤,赤信号あの、渋谷で一個あるじゃないですか、西部のとこに、超短い横断ードで、あーあこの横断ード意味あるのって、ここに人がこんだけ待っている、この景色を見るたびに、日本人ってなんて礼儀正しいんだろうなって思って、ニューヨーク出身の友達がいます、今、日本に住んでる。ニューヨークの方って、なんて礼儀がないのっていうふうにも捉えられます <laughs> いや、そういうふうに返すんですよね。だから <laughs> なんですけど、何の話してたんだっけ <laughs>、えー、コメントいきましょうコメントいきましょう <laughs> あどっちが先ですかコメントが先ですかおやじギャグが先ですかおやじギャグは鳥ですよ。おやじギャグは鳥ですかわかりました。うん、じゃあコメント。おやじギャグのジングルってありましたっけあります。コメントのジングルは、えー、今週から作ろうと思ってます。ではコメント、えー。今週のコメントのコーナー。ではいきたいと思います。えー さっき1個読んだんで僕ね1個いやすごい僕ねめちゃめちゃ嬉しいんですよあもうどれかわかる嬉しいのがあるんですよもう分かったでしょはい行きます <はい S 2> PDR さん翔さんこんばんはエマと申します毎週勉強しながら楽しく聞いています昨日塾の帰りに駅のホームにサマソニのラインナップが貼ってあってお二人がポッドキャストで楽しそうにサマソニの話をしていたのを思い出してメールしましたわら 私は高でイケででなのましいです泣きかなこれあ受験なんだろうねサマソンの話をしていた時にお二人が実はいろんなジャンルの曲を聴くんだなと驚いていたのですがパンクやメタル以外で今よく聴いているアーティストを教えてください私はジュースウォールドが大好きです二個最後にもしよければ受験生にエールをお願いしますこれからもちょっとダークな話楽しみにしていますエマ ありがとうございます。PS、私、あ痛いおじさんズポッドキャスト、更新された友達、いつもその話してるけどさ、痛いおじさんがやってるポッドキャスト、うれしそうに聞いてる女子高生もだいぶ痛いよ。というわけで、なんとですね、我々、女子高生のリスナーがいるとは思ってもいませんでした。エマさん、ありがとうございます。え、うさん、はい、このメッセージのタイトル読んでないじゃないですか。 ショウさん、You're still using Hotmail but have no idea who Nezumi Senpai and Zabunguru are? What the fuck? Holy shit! ありがとうございます。この子は英語喋って JK がこれを聞いてるって思う。JK。やべ、熱。いや肝、熱とかいうな肝。いいいおじさん。いいい何ていうの、のわかんない。これ PDR さんのファンじゃないですか。どう考えても。いやてか、もうで<も>我々もカムドットみたいじゃないですか。JK が聞いてるとか。すごいっすね。 なんかよ、びっくりした。俺らと同じ世代の人聞いてるのか、これ。聞いてあんま聞いてないですよ。こん今回のアンケートなんか、アンケート年年齢層聞きましょう。ああ、あったは、え、じゃあ、何個まで聞けるんですか何個か聞けるから、十代、二十代、三十代、四十代、おや四40のおやじ。いや、40おやじか。40代で、その後、ウォーキングデッド。ウォーキングデッドわかりました。 50代の人たち、申し訳ないです。50から100までの人はウォーキングデッ, <laughs>、はい、ッドと認定させていただきますけど、はい。はいは、ありがとうございます。ジ、ね、ュ、えースウォールということで、あなたはイモトラップが好きなんですかねイモラップみたいなのが好きなんでしょうねでいかにもあの z Gen Z な感じがしますけど、Z 世代の感じがします。z u って言うんですか z ズ <uma> ーマって ZUMA っていうのたぶ<分><ー>んない。ZUMER?ZUMER? 若者のあれとか知らないんで,いで、ね、あのお酒でゼーマとかいうのがあるじゃないですかゼーマはいお酒あ。お酒飲まないから分かんないですね。あ,あ,のあれみたいな味。なんかスミルノフみたいな。スミルノ,ノフよりまずいやつ。ね、多分。あれめ昔めっちゃ飲むの。たはいはい、はい、飲ん,ん,んいそれ飲んだ後にホッケ食べてたと思うんですけど。多分。<laughs> 多分,多分 <laughs> スペーノファイス、はい。で、えー パンクメタル以外メタル俺それでそんな聞かねえけどなそれ多分えっとピ PDR さんの PDR さんどうですかパンクやメタル以外で今よいくてく今だって今よっき言てるのヤングリーンヤングリーンってこれまたあのイモ,トラああイモトラップじゃないですかヤングリーン今まであんま好きじゃなかったんですけど <はい S 3> 彼が出したスターダスっていう EP が結構好きで FKA Twigs とかもフィーチャリングされてるんですけどそう<は>いうスフィーチャーのソングとかもあって結構 ギャングインなんかすごいラップの仕方がやる気ないんですけどそのマンボルラップマンボルじゃないんですけどなんかやる気がないおーあのチルレイドバックなんでしょうねやる気がないようにただ本当にやる気がないそういうふうにそれダメじゃねそれが好きなんですそれがいいでその音楽もなかなかいい感じのエフォクトレスというか肩の力抜けてるというかね今まで聞いてあんまピンとこなかったピンとこなかったビっとこなかったんですけど新しい EP は結構好きであと FKA トゥイクスの 新しい EP も結構いいおおまだ聞いてない最近出たのそれ今年出たかなちょっと前何か月か前に出たと思います「CappySongs」ってやつです、ね、なるほどまあ僕は常にタイラ聴いてますからタイラーズ・クリエイターずっと聴いてるし、まあ、最近出たファレオとさっき今朝聴いてきたって PDR さんが言ってたファレオとあの、uh, 21サーベージとタイラーの,あのキャッシュンキャッシュアウトも聴いたしあれすごいですねジブリ <laughs> <laughs> PDR さんいえいえ PDR さんジブリ美術館行ったことありますあ一回ダントフィルと一緒に行きました友達のその時あのゾートスコープだっけあのストロボめっちゃ早く炊いてフィギュアが逆回転されるとあのアニメーションみたいに動くっていうあ,、はいはい、あれを使ってましたねミュージックビデオでああいい結構面白いミュージックビデオですそう面白いおジブリ美術館じゃんと思ったあと今昨日から始まった ブームなんですけど、はい、デイブ・マティステューズバンとか今超、超来てるんですね、今、自分の中で。めっちゃいいみたいな、1996年、多分エマさんが生まれてない頃の音楽ですけどかいデイブ・マステューズってこんなに良かった、なんか僕、小学生から中学生の間の頃中学生か、中学生の頃デイブ・マステューズが超売れてて、いつも僕、毎週、ビルボードトップ200チェックしてたんで。 デイ・マテューズって何なんだろうと思って聞いてみて中学生の時全く理解できなかった。全然良くないと思ってダッドワークだもんね今聞くと超いいんですよら今更デイ・マテューズバンドハマってますエマさんも良かったら聞いてみてください多分今のエマさんにはしょうさん何がいいんだろうって思っでも Juice World が好きだったら Juice World 好きだったらもしかしたら Young Lean XXX テンタシオンとかでしょうか ヤングリーンとか聞けるなくもないポストマラインとか,かああいいですねさあ、はい、あの PJ さんが先週確かポストマロイン新しいの聞いたかって僕に聞いたんで、はい、僕聞いたんですけどなんかすごもう超暗くないですかなんかエ超エモくないですかいやなんか寝ちゃったって聞いていやいやもうだからほんとんかドラムもほとんど入ってないしあの「t h e k i d l a l o だっけあ あの人とコラボしてる曲が一番好きでしたねなんか全体的につまんなかった <laughs> まあちょっとなんか本んと「t h e エモラップみたいなそうそういう感じしまが、ね、嫌いじゃなかったけどお父さん,はすごいなんかかもなく不可もなくみたいな感じ、うん、俺のお父さん実はすっげー ポストマロン好きなのおもろいなめちゃめちゃお父さんいくつですかすごいな七十すごいね71のポストマロンファンです素晴らしい今年サマソンに行こうかなって言ってました超おもろいお父さん連れてってあげようと思いましたね連れてってあげなそそんな感じまあもいろいろ聞くケンドリックの最近のもケンドリックのよかったなって思ったしあオマアポロ超好きです知ってますオマアポロって。わかんないですなんて言えばいいんだろうな めっちゃかっこいいです。オーマーポロも聴くし、<ー>最近出たやつすごいいいと思ったですね。あと、I know2 っていう、<タッ> HumanMade っていうブランドやってる2ゴさんがやったコンピレーションの,あ<ー>あのエイサープロッキーのやつも結構好きでああとこれめっちゃいいよ。えっ、ー、と、r e x o r a n g e c o u n t y の r e o r a e 今年出たアルバム超いい。超いい。3年くらい前に見ましたよね。一緒に っよね、はい見ました、ね、あれよかったよね,よたよね彼パフォーマンス超上手だし、ねはい、あと、えっと、ロックインディーロックバンドでおすすめの去年出たアルバムだけどおすすめなのはスネイルメールのあスネイルメールよかったですバ、ねうん、レンタインめっちゃいいあとアブリル・ラビーンの20周年レッドゴー 20th 20 anniversary edition に <laughs>、うん、ブレイクアウェイが入ってるんですよ<う>ケリー・クラークソンの大ヒットだったんですよ<ー> 使わなかかったたらケリリー・ククラソンにああげげてんだアブそのついにそのオリジナルバージョンが入ってるんですけどけまあ歌的にはケリー・クラクソンの方がうまいしそっちのバージョンの方が好きだけど「バイブスは「アブリル」のバイブスなんで全然「レッドゴーに入ってても違和感なかっただろうななんで使わなかったんだなんで使うの結構いい曲なんでちょっと聞いてみようか知らなかったというわけでよかったんじゃないでしょうかねもう一個質問いきますか質問じゃあ PJ さんも一個選んでいただいて。 結構今週も質問来てましたからね。長い、えー。長い。<laughs> 長い <laughs> はい、行、はい、きましょう。中島君。中島中島、おい、い<や>中島。中島まだホットメール使ってるんですかありがとう。もしかしてパソコンの OS はいまだに Windows98 ですかいや、95使ってます。<laughs> よく分かったな <laughs>、はい。お二人に質問です。はい、お,二お二人の苦手な マイクに向かってう、はい、お二人なに <laughs> おいプロ,プ,ロプロポッドキャスターどうした <laughs> スマホに向かってしゃべった <laughs> プロポッドキャスターどうした <laughs> お二人の苦手な英語の名り、地域特有の名りはありますか、うん、僕は南国系のゆっくりした発音が苦手です。ヤマンってことそうかなまたマイカのさんはニュージーランド出身ですが名り<う>が気になったことがありますか<う>いないですね。<laughs> 早かった。 僕でもまあ僕の英語のナマりももうなんかこの結構前のポッドキャストで言いましたけど本当に帰国したての帰国子女からすると超気持ち悪いらしくて日本人なまなと英語そういうことなんかブリティッシュアクセントもアメリカン・イングリッシュアクセントもなんか全部三井先生のナマりキモいですって言われたんですよ本当に死んでこいで童貞が本当 <laughs> あ女の子だったんです少女だ死んでこい <laughs> クソピッチが <laughs> <laughs> なんですけど そこだだけ切り抜かないでください、はい、本当にやめてくださいなんですけどすその僕教授が大学の教授がアイルランド人だったんですよああ<ー>で今日あの僕の一番のその卒業論文の指導教授がアイルランド人だったんですよコミュニケーション超取りづらかったですねああマジか本当に何言ってるのか結構まあその人の授業でも結構大変だったんですけど 1>, 1対1で話すと何ていうのかな教授もクラスに対して話す時って結構気使うじゃないですか、はい、全員に対して話してるけどでもパーソナルに1対1で話すと超早口になるんですよ。待、はいまま、って教授みたい <laughs> 今なな今んてってっいうことが結構しょっちゅう。アイルランドとスコットランドなまりってかなり強いんですけど、はい、まあ PDR さんだけかもしれれないいいいでですすいてていくくうちに慣んよだから最初「えこいつ何言ってんの?」ってなるんですけど聞いていくうちにあ全然もう普通になっていくるあそうなんだ、はい、だから PDR さんの好きなアメコミライターグラント・モリソン確かスコ,スコットランドだったなら超名前あるんですよ聞いてて最初「え何言ってんのかな?」と思ったら15分ぐらいしたら普通に自然と行15分でいけるんかい、はい、すごいな、はい、さすがでも結構イギリスの PDR さんもちょっと変なまりがあるんですよ、そのワーキングクラス的な。はいはいはい、ああ、違うんですかお父さんお父さんも、ショウさんみたいなボンボンだったんですけど、あそうなんですかはい。<金>ショウさんみたいな。なんかシンガポールに別荘があったりとか、はいはい、おばあちゃん、おじいちゃん、めっちゃいい家、はい、とか、見せてたんですけど、はい、彼の英語は結構、The Queen's English みたいな。<ー>ちょっとポッシュじゃないんですけど、Wanna have a cup of tea? でも、PDR さんはやっぱワーキングクラスで、 貧乏人に囲まれてこう生活してたんでイギリスって結構まあ階級階級性階級社会階級社会なんですよだから人の喋り方だけでどういう育ちをしたのか分かる一気にも例に出すのがベッカムベッカムのその喋り方を聞くといやーワーキングクラスなんだなってわかるんですよ PDR さんもそういうい 人たちの中で育ったから PDR さんとベッカムと一緒ですよ、PDR さん。PDR さん、一番よくりっていうか、英語がちょっとおかしくなって、ちょっとね、いじられるのが、レタス。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 たま、普通に喋ってると、レタス。レタス。ああ。たりする。

だな、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 全然できない。あ、でも、ニュージーランド、超ニュージーランドなまり好きですね。めっちゃチルな感じがします。え、わ。じゃ、レタスとトマト。ニューージランドで、お願いします。あ、できないな。ちょっとだけあるんですけど、そんなに。うん。ないと思います。じゃ、逆にニュージーラン、ニュージーランド聞きやすいと思います。オーストラリアのなまりは違います。 あ、全然あります。全然違います。やっぱ全然違うオーストラリアのナマの方がなブロクシェアス。ニュージーランドはもっとチルな感じがしますね。Hey bro。Hey bro っていうの、Hey m a t って言わないんだ。Hey bro なんだ。How you doing? 一番いい例が、うに出てくるあの宇宙人みたいなニュージーランドナマの宇宙人がいるんですよ。タイカワイティティっていう。ほうほう。 有名なニュージーランドの監督が声やってるんですけど、それがニュージーランド。なんでえー、それちょっと見よう。そうで。はい、そう皆さん、そう見れば、ニュージーランドなまりがわかる。わかります。超、はい、そのキャラ超好きです。へえ<ー>。はい、いや、そんなもんかな、でも、僕、アイルランド人の友達、あの、サードアイブラインドのギターレスト、クリーズが。アイルランド人。あの人、もともと出身はアイルランドなんですよ。<ー>で。 でも彼の英語は僕結構わかるんで、はい、全然やっぱ違うんだなって思いましたねその同じアイランド人でも、まあ、ひょっとしたら LA にずっと住んでるからあてかカリフォルニアかサンディエゴかサンフランシスコがずっと住んでるからだんだんちょっとアメリカナイズされたのかなとかうすかけどそれにしてもブリティッシュ・イングリッシュに僕には聞こえますけどあとネック・ディープのやつらのブリティッシュ・イングリッシュもたまにウェストとかたまに何言ってるってかもウェールズウェールズクソナマリア何言ってたんで <laughs> だからかウェストウェストの言ってることもたまに分かんないんだよねそうですねたまにスコットランドアイルランドなまりよりウェー,ウェールズなまりが一番そうなんだ難しい、うん、たまにうんって思うことがあるもん、うん、ですねそんな感じかなあとウェールズ行ったとお,おじさんがウェールズに住んでたんですよは、えー、今はどうか分かんないですけどウェールズの人よそ者に へここすよ。<ー>親父があ「ちょっと道分かんない」っつって聞いたら教えてくれないっすよ、うん、<laughs> でそれでもさアメリカ人もいいよね日本人は道とかすげえ教えてくれるけどニューヨークとか LA で聞いても教えてくれないよって言うんですけどでも俺聞いて教えてもらえなかったことないっすけどね、はあ、レジンは結構怖いっすねじゃあそう思うとまあその昔の話なんで今は分かんないですけど、うん、なるほどなるほど人間ってそんな変わんないからあまあね確かにというわけで、えー、お便りありがとうございました毎週、えー、どしどし ホットメールの方とあとスポーティファイの方と、えー、あとは PDR さんのあー YouTube のコメント欄でもね募集してますからどこかに書いていただければ、えー、読み上げますので毎週俺い,やいつも毎週ありがとうございますたくさんでは最後の最後の恒例の一番おいしいコーナーはい行きましょう痛い親父ギャグのコーナーへ痛い,痛い親やじギャグ はいでは今回は3つしかないんですけどいやこれは完全に先週 PDR さんが持ってったんでなんでろった思った今週送ろうと思ったんですけどいやさすがにそれはちょっとだめだなとちょっと気が引けたわけですね布団が吹っ飛んだはちょっとそれはちょっと微妙だなやめとこうと今回僕結構好きですねあのじゃあ PDR さんネームネームもちょっと呼び上げてあげてくださいネームとあと作品とポンポンペインペイン いいですね。ありがとうございます。テクノが心に染みてくの。おお<ー>ですね,い,い,っすねいやー、僕好きですよ、これ。この後、書き方ね。このおの書き方。ち、はい、ちっちゃい,音大きい音っお<ー>お素晴らしい表現力でい次は、ペンネーム、のびのびたさんから、はいはい。おお来たぞのびタさんの一 <laughs> 惑星がヘをコイた。惑星。 これは明らかにどっかから取ってきた感が。そうですね。ひなみないですかありがとうございます。そして、これペンネームかなし清水さん。はい。清水さん。暗黒の中で暗黒。<laughs> <laughs> これ、これ。いやこれ嫌いじゃないな。<laughs> これ、これですね。これ嫌い。痛い,い親父認定。痛い,い親父認定。清水さん。ちょっと近い。 テクノも、いや、テクノよかったんですけど、この、こっちの方が笑い取れたので、テクノはちょっと洗練されすぎてたっていうか、暗黒の中で暗黒、おめでとうございます。痛いおじさんに、いや、よかった。皆さんの痛いおやじギャグ、どしどし、おしちししております。PDR さんが送ってくる回もあるかと思いますけど、皆さんの目標は PDR さんに勝つということはい、勝ってください。倒してみてください。よろしくお願いしますということで。 今週も長いのでありがとうございました54321アデュー